ワッツアップ YouTube どうも、総称どうも、アトモス小島ですバレないよ、やらされてるけど。いやいやいや、そんな感じでした、うん、ちょっと今、無理してるいや、てかこんな感じでカメラの前で一緒に喋るのって初めてですよね。そう、ちゃんとやるのは初めてで、ね、あの一回僕の動画でそれこそあの、2017年でしたっけ、シーオードとジェイキレセプションに来ていただいた時、その時にあのインタビューさせていただいて、4年経っちゃったね。4年経ちましたね。あの動画回ってないところではめちゃめちゃ喋りますからね。意外とあの寿司を食いに行ったり、ああ行きましたね。お話はしているんですけども、はい、まあこんな感じで喋るのは、まあ久々と、久々というか初めてということで、まあ今日ちなみにこちらどこですか。これはですね、ちょっとねまだ開発途中のアトモス TV スタジオです。やばめちゃめちゃ YouTube、 一番初めに来てるね。マジですか、うん、え、アトモス TV が撮ってないんですか、まだここ。初順番間違えてません。なんかちょっとね、全部はお見せできないんですけど、はいはいはい、まあ、こんな感じでちょこちょこあの作ってるんで、まあ、今後できていくっていう感じですね。そうなるほど。まあっていうのも、まあ、今回ねスニーカー好きの方であれば、うん、欲しいスニーカーとか結構自分で探したりするじゃないですか。まあまあ決まっちゃってるね、ある程度 ね。でもあの例えばもっとライトな層、スニーカーに興味は持ってるけど何がいいかわからないという方に向けたね、あの動画にしようかなと思ってるんですよ。でやっぱりね、アトモスさんといえばもう商品数、品数がもう半端じゃないじゃないですか。そうです、もうアトモスの中で、まあそのいろんなメーカーあると思いますけど、うん、その、メーカーごとに人気ナンバーワンのスニーカーなるほどっていうのをこうまとめた、動画にしようかなと思っております。ぜひぜひやりましょう。よろしくお願いします。なのであのぜひね、これからスニーカーを興味を、持ってる方であったりとか、これからスニーカーを買おうと、思ってる方はですね、ぜひ参考にしていただければなと思います。見てください。はい、ということで、まあ、早速本題なんですけど、まあ、今回5ブランドですか、5メーカー。もうね、いっぱいあるんだけど、まあ、あのうちの中だとやっぱりあの人気のブランドけども、まあ、みんなナイキやってますんで、はい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 、それ以外でもやっぱりいいものいっぱいあるんで、うんうん、まあ、改めてこういう機会で触れられたなと思います。じゃあまず、じゃあ1足目来ましたね、こちら。はい、最近あの巷でもですね、人気が上がってきてるんで、うんうんうん、ちょっとちょうど気になってるんじゃないかなっていういいタイミングのご紹介じゃないかと思ってます。トシ君持ってますよ、これは。これね、持ってないんですよ。あ、持ってない。持ってなくて、僕も正直気になってるモデルではあります。皆さん、あのメイドイン USA っていうニューバランスってこのワードでは聞くと思うんですけど、うん、あの2000番台っていうのが、はいはい、2001年以降21世紀になったタイミングで、あの1000番台から2000番台に移行してですね、うんうんうん、その時に2002のメイドイン USA っていうのが出てたんですけど、もう廃盤になってしまって、うん、でこれが2020年の去年10年ぶりにアジア製として、復刻してるっていうモデルになります。2000番台っていうのがあのこのニューバランスの、ね、最新の、まあ、テクノロジーだったり最高峰のものを採用してるので、その、まあ、雰囲気を残しつつアジア製でベストなソールのツーリングがくっついてるんで、まあ、アッパーメイドイン USA 風のプレミアムな、ヌーバックにメッシュっていう形と雰囲気残しながら、でしかも軽いじゃないですか。めちゃめちゃ軽いですね。そうなんですよ、重量感あるように見えるんですけどね。そうですよね、ボリューム感も程よくはあるんですけど全然軽いし、でこれめちゃめちゃ履き心地良くないですか。これなんで去年完売してずっと買えなかったんですけど、はいはい、あの少し空張りが増えてきたりとかで、うんうんうん、カラーによってはもう完売しちゃってるんですけど、店頭にもカラーによっては残ってたりするんで、うん、ぜひあのですね、うちの店頭とか、まあ、他のお店でも売ってるんですけど、トライして足入れしてもらったらですね、あの僕結構勧めてるんですけど、大体の友達が買ってます。友達にも勧めてるんですね。これ言っとけと。なるほど。いやでもこれに関してなんですけど、ちょっと他のお店と の、 あの動画で一回紹介してるんですよ、はいはい、やってるんですね。でちょっと気になるな、どうなんやろなっていうのがあって、ニューバランストレラン系しか僕触ってなかったんですよ。あー、なるほど。まあ、結構沼じゃないですか。沼です、これね。それぐらい入ったらもう抜けられないです。結構僕ナイキのイメージ強いんですけど、はい、実はあの週の半分ぐらいニューバランス入ってます。っていうのもきっかけ、まあこの辺だったりとか。でこれあのお値段が、はい、あの USA のやつ日本だと3万円近くしちゃうんですけど、しますね、まあ、あのこの辺だと1万5000円前後で、あ、
もうじゃあ半分ぐらいの値段で。そうですね。なんでエントリーユーザー的な形が初めて、うん、あのニューバラ手出しますよっていう人もいると思うんですけど、うん、エイプのコラボレーションであったり、N ハリウッドだったりとか、はい、韓国の This is Never That だったりとかっていうので、結構あのいろんなストリートブランドとかファッションのブランドが、うん、あのこれをベースにコラボレーションしてるんで、結構皆さんも馴染みのある形になるんじゃないのかなっていうのと、僕だとあの580以降の昔あのヘクティックのニューバランスを始めたんですけど、ああいった、まあ、気持ちで僕ももう2000に4つぐらいも持ってるんですけど、集めやすいのでぜひおすすめしたいですね。揺れるなぁ。でも今日買って帰ってください。本当に注目なんだなと僕もこれ勉強になりました。うん、ぜひなのでこのタイミングで手に持ってもらえたら嬉しいです。わ、ちょっとあとね、ちょっと実は、リミテッドエディションがあるんで。はい。見てください、これ。これなんですか、これ。また、アッパーもそうだし、ミッドソールもそうだし。そうなんですね。これがですね、実はあの、3色展開出てるうちの1個なんですけど、はいはい、切りっぱなしの、そうですね。マテリアルであったり、ミッドソールのですね、加工ですね。うんうん、ちょっとヴィンテージ加工というか、エイジング加工っていうんですかね。うんうん、ボストンの、はい、街中の老夫婦がめちゃくちゃ履き込んだニューバランスからインスパイアされてると僕聞きました。でこのエイジング加工されてると。そうですね。あとアッパーは、廃材の木材を組み合わせたっていうちょっとまあ特殊な木材ですかおおみたいです。でも本当になんていうんですか、こういろんな何層にもなってる感じですよね。そうですね。レイヤーされてるところ、うん、そうですね。こっちだとですね、1枚になってるんですけど、うん、こっちだとですね、スウェードがレイヤーされてたりっていう、うん、何重にも重ねられたり、あと、集団がですね、皆さん大好きなディテールに、切りっぱなしのスタイルになってたりっていうところが、ね、こっちだとスポーティーすぎるっていう人がいれば、こっちの方があのファッション感度の高い人にもいけるのかなと思うんで。じゃあ2足目、ですね。次はですね、リーボック。リーボックいきますよ、はい、リーボックでも人気ですもんね。出たー、はい、85年の、はい、テニスシューズなんですけど、はいはいはい、テニス用のシューズなんですよね、うんうんうん、その特徴としてはですね、あのこの天然比較 の, あのレザーがやっぱりすごいいいんで、あとクラシックなスタイルですね。だいぶクラシックですね。めちゃめちゃ人気なんですね。そうですね。日本だと、うん、あのポンプシューリーのイメージがリーボック強いと思うんですけど、海外だとやっぱりどちらかといったらポンプシューリーはアジアですごい人気で、あ、まあ、他のヨーロッパとかアメリカだとどちらかというとこのクラブ C とか、あともう一個、うん、今日紹介できたのクラシックレザー、はい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 、まあ、その辺がですね、まあ、あのアイコンのモデルになってます、うんうん、最近だと、うん、ピザスライスさんのコラボレーションのベースであったりとか、あと 1LDK さんとか、うんうんうん、まあ、そういったところもですね、まあ、みんなベースにこのコラボレーションモデルのベースはこれを使ってるんで、まあ、あの他社でいうホースワンとか、はいはいはい、スーパースターとか、はいはい、まあ、そういった立ち位置になるリーボックのシューズかなと思うんで、リーボックの中の定番モデル。そうです、定番で、まあ、ポンプシューリーちょっと履いていくかなと思うんですけど、うんうん、これだったらそうさらっと履けちゃうんで。確かにポンプ出てくると思ってたらだいぶびっくりしました。そう、こっちなんだっていう、これもなんかこういうタイミングで紹介させてもらって、うんうん、あ、ちょっと気になってたって人がいたら、うんうん、まあ、これもぜひですね見てもらったりすると良さが伝わるのかなと思いますし、まあ、店頭や、まあ、ウェブでも販売してますんで。リーボック見てなかったな、あんまり見てない、見てなかったですね。意外とノーマークな人多いんですけど、うん、意外と街で見ると原宿あたりが増えてきてます。あ、本当ですか。これクラブシーンのですね、でもう一個が変形系がですね、ちょっと手前味噌シリーズがちょっとあるんですけど、ほう、まあ、これが変形系ともらうと、うちと FR2 さんっていう原宿のブランドと思うんですけど、うさぎのファーをイメージしたような、なるほど、はい、ロゴのね、はい、まあ、こういった形でこうここのオリジナルのモデルからこうやって派生する、まあ、例なんですけど、いろんなモデルのコラボレーションにも使われてるんで、ちょっと掘ってみたりすると、あ、ここでやってるんだとか集める要素があるんで、クラブ C ハマってるやつは結構、でも白ベースがやっぱ多いんで、はいはいはい、微妙な違いを楽しんでもらえたら、まあ、白ベースっていうところで使い勝手はいいですよね。まあ、そうですね、うん、今やっぱりカラートレンドとしても、うん、あの白が圧倒的に売れてるんで、うん、まあ、いろんなメーカーから白出てるんですけど、ツーな感じは出ますし、うん、まあ、アーマノジャクの方はぜひクラブシー、これからトレンドとして一つ入ってくると思うんで、うんうんうん、チェックしてもらえたらと思います。はい、じゃあ続きまして3足目、なんですけども、これまた歴史のあるモデルですね。そう、もうこれもですね、意外とみんな、はい、まあ、知ってるけど持ってないんじゃないのっていうので、一番もうベタすぎるんじゃないかってみんな思ってると思うんですけど、はい、プーマスウェードでございます。
これはでもマストで一足は欲しい一足じゃないですか。そうで今年結構ですね、うん、いろんなお店さんとか国内のお店も、うんうん、あのスウェードをプッシュしてると思うんですけど、うんうん、今年このスウェードヴィンテージっていうモデルで、うん、ちょっと80年代のですねそのユーゴスラビア、まあいろんな産地があるんですけど、はいはいはい、まあその時に良かったモデルからあの型を取ってですね、トゥーボックスがちょっと小さかったりとか、はい、あのシルエットが僕はあの個人的にはシルエットすごい好きなんですけど、うん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 、ブラックホワイトっていうド定番な形になってるんで、スウェードだったりクライドだったりとか、あの、うんまあ、ディスクだったりとかプーマもいっぱいモデルがあるんですけど、まだ一足持ってないよっていう形だったりとか、今やっぱりどうしてもこういうコート系っていうんですかね、まあ、実際これあのバッシュでもあったりスケーターも入ったりっていうので、はいまあ、オールマイティーな一足になるんで、あのエントリーモデルとか入門編としてはあの間違いない。やっぱりプーマの中ではこれがやっぱプーマスウェードが一番お店でも売れてるって感じですかね。そうですね、まあ、推してるしやっぱりまあスタイル選ばないん で、うんうんうん、で今やっぱり、若い子たちでも古着が流行ってたりするんで、まあ、そうですね、そういったスタイルにもあの合わせやすいんじゃないのかなとは思いますし、まあ、歴史を掘ればもうこのモデルに関してはなんぼでも歴史出てきますもんね。ビースティーボーイズや、まあそうですね、その辺結構象徴的な感じですよね、うん、音楽もリンクしてるし、いろんなカルチャーが絡んだ歴史あるモデルなのでね、僕もプーマの中ではスウェードが一番持ってるっすね。僕も持ってるっすね。やっぱそうっすよね。あとまあ、 あのコラボレーションモデルとかに結構使われてるんで、うんうんうんまあ、その辺も興味ある人は掘ってもらったら、あ、ここでやってんのってのもあると思いますし、うんまあ、シューレースをちょっと変えて太めのシューレースとか、あ、ファットシューですね、うんはい、そうですね、そういうスタイルもそういうのもいいですね。いろんな履き方ができるし、いろんな層から、うん幅広く、履ける一足ですよね。プーマにあの野崎さんって言います、ね、野崎さんねあのぜひあの、はい、アドモス TV でも動画出てますし、僕の方でも一回あの出てもらってるんですけど、あの方はちょっと異常っすよね、はい、僕ら喋ることなくなっちゃうんでぜひあのプーマの歴史を知りたいという方はですね、その野崎さん、はいをチェックしていただければなと思います。あの僕の師匠なんで、あ、なるほど、全然詳しいんで、僕も分かんないことあの結構正直に聞いちゃった方が優しく教えてくれるんで、でもう一個ですね、ちょっと豆知識なのが、豆知識、はい、ほう、まあ、同じスウェードなんですけど、こちらはメイドインジャパンですね。はい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 、プーマはですね、あのそういうメイドインジャパンの背景があったので、日本製と、まあ、あの外国製って形なんですけど、うんうんうん、こっちはですね、もうあのアッパーのスウェードもですね、兵庫県のですね、姫路市のですね、あの業界だと有名な姫路レザーっていうのがあるんですけど、はい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 、比べてみるとやっぱり違うんですよね。もう日本の職人のこの匠ですよね。シルエットもまだちょっと違いますよね。シルエットもそうですね。でサイズ感も僕両方持ってるんですけど、はいはい、足型のラストが違うんで、はいはいはい、紐をちょっと大きく感じるので、ハーフサイズ、こっち興味持った方はハーフサイズぐらい下げてもいいかなとは思うんですけど、個人的にはメイドインジャパンの方が好きなんですけど、やっぱ日本の方がメイドインジャパンっていうところでまず丁寧ですよね。そうですね、全然あのスウェードの質とかも違いますんで、うんうん、こっちを一足なんていうかね、まあ、プーマの場合だと育てるってことができると思うんで、確かに足が出てきますよね。そうですね、そういった楽しみ方もこれはちょっとできると思うんで、はい、じゃあ続きまして4足目、まあこの4足目もね、知ってる方は多いかなと思うんですけど、ぜひ手出しを、知ってる人いるんですけど意外と持ってない人がいるんで、ああ分かるっすはい、はい、ベタベタですいません、はい、こちら、あ、じゃあスーパースター、はい、もうまあアイコンって呼ばれるんで、僕何色カラバリ出てるんだろうと思うぐらい出てると思うんですけど、うん、まあその中で一番スタンダードなスーパースターって白黒で、まあちょっとヴィンテージ加工されてるんで、これヴィンテージですよね。そう、白じゃないんですよね。まあ普通の白黒も出てるんですけど、うん、まああの最近ですね、あのちょっと脱線したんですけど、あのホックスの、はい、みんなミッドソールペンで黄ばしてたりするぐらいで、逆に僕らの時はちょっと黄ばんでる靴履きたくないなっていう気持ちがあったんですけど、まあ逆に今はですね、もう新品でもちょっと履き込んだ風合いで、おそらくそれはさっきの古着ファッションと一緒で、ちょっとあの相性がいいようにしたいっていうので、まあ最近こういう加工ものがちょこちょこ始めたら増えてますね。それこそさっきのニューバランスの2002もそうですし、はい、こういったモデル多いですよね。増えてますね。まあでもスーパースターに関してはね、もう長年もうアディダスの定番モデルとして愛されるモデルですよね。そう、これもやっぱりバスケットボールシューズの代表格なので、まあ、やっぱりスニーカーのカルチャー そのオリジナルベースってやっぱバスケットボールがルーツのものとか、まあ、ランニングももちろんですけど、やっぱりバッシュのものが多いのかなっていうのは、もう20年以上前から、まあまあ、もう歴史自体もっと長いですけど、もうだからもう流行り去りもなく、ね、これ買っとき間違いないっていう一足かなと思うんで、まあ、あのアディダス興味あって、まあ、あの間違いないな探してる人は、まあ、スーパースターから入ってもいいんじゃないのかなと、うん、一足だけにはとどまらず、またあの
シリーズ化の派生系をご紹介します。はいはいはい、いろいろあるなぁ。で、ちょっと俺白黒じゃ満足できねえよっていう人もいると思うんで。またどぎついの出てきたぞ、はい、これ何？最近出たんですけど、はい、あのネイティブアメリカンの、まあ、スリッポン仕様になってるんですけど。あ、なるほど。これネイティブアメリカン的なこうビーズついてたりとか、これとはもう対極に。そうですね、うん、紹介したいなと思うんですけど、まあ全然違います、ね、シンプルイズベストなのか、もう遊び心満載のモデルなのか、うん、ピックアップした理由としてはさっきの、まあうん、あの古着系とも相性いいんじゃないのかなと思ったんで。確かに古着にはめちゃめちゃ相性いいですね、これ、うん、ザ・アメカジでもいけそうでしょ。いけるっすね、うん、そう。はい、ということで、まあラスト早っ、5ブランド目早いね、あっという間ですね、怒涛だね、動画を見てる方もそうだし、まあ、これはね、紹介しないといけない、しないといけないナイキです。うちで、はい、これはですね、もう忖度なしで一番1年間で売れているモデル。白白っすか。そう、意外と知られてないんですけど、はいはいはい、アトモスの中で1年間でそのワンカラーベースで考えたら、はい、あの確実にこれが一番売れてます。マジっすか。それぐらいもうキングオブスニーカーの。まあそうですよね、まあ、あの名称の通り、まあ、僕もしょっちゅう買い替えたりもしてますし、やっぱみんな通ってるところなんですかね。そう、もうこれはもうですね、もう来年ちょうど40周年っていうのもあるんですけど、はいはいはい、もうナイキって言ったらこれ浮かべる人が、まあね、多いんじゃないのかなっていうぐらい、もうド定番で、しかもこの真っ白で究極のシンプルっていうところが、トシ君に大好きでしょこれ。もうしょっちゅう買い替えてますよ。なんかここ最近その、うん、まあいろんな影響で外に出る回数っていうのは減ったんであれですけど、それまでとかも月1ぐらいで買ってたんで僕。アウト白白のフォース履いてるイメージがあった。あ、ほんますか、うん、もう絶対もうピンピンの状態で履きたいです。そうで、しかも綺麗に履くよね。はい、でもまあこれはやっぱり綺麗に履かなくちゃいけない靴だと思うね。そうですね、やっぱ特に海外の人とかも白白のフォースワンでもピンピンの状態で履くじゃないですか。そう、それがかっこいいな。綺麗な状態をやっぱ履くのがその礼儀というか、うん、ここなんですね。ここがまあそうですね、なんだかんだで、うん、まああのいつでも買えるわけでもないんですけど、まあ待ってれば買えたりするんで、うんうんうん、まあ、すごい安心感がある。365日店頭にあって一番売れているっていうのが本当にこれになります。あとはまあ派生系がいっぱいあるんですけど、はいはいはい、それでも白白が売れると。僕たまにその YouTube であったりとかインスタライブとかでその質問で、うん、スニーカー買い出したいんですけど何がいいですかねって聞かれるんですよ。僕絶対これ勧めるんですよ。そう、あのね、間違いないですよね。失敗がない。ただその僕であれば中学の時白のフォースワンで履いてたんですけど、洒落てるね。なんかね、学生の時みんな履いてたんですよ周り。学生でこれ履いてたらイケてるでしょ。つかね、今のその世代の頃はちょっと分かんないですけど、でそこで一回その社会人になるにつれてこう一回離れて、でもやっぱりここに戻ってきたんですね。そうね、だから一回2000年ぐらいの時に、うん、ナイキがアメリカのブランドって思うんですけど、やっぱり音楽との密接な関係があるんで、うん、まあ、僕はもう JG のインパクトが当時強すぎて、ヤンキースに白白のフォースワンっていうスタイルとか、うん、あと JG が365日分のフォースワンをストックしていて、はいはいはい、一回履いたら捨てるみたいな、うんうん、もうあれがまあ成功者の証、白 T と白のフォースワンっていう、間違いないです、ね、同じものを着ないという、まあ、そんなまあカルチャーでやられっぱなしだったりとか、あとまあやっぱりエアフォースワンはカラーバリーが一番多い、うんうん、まあ一番多いのかちょっと分かんないですけど、まあ多くて、うん、まあよく皆さんご存知、このヒールにシュプリームのロゴが入ったものが、はいはいはい、もうめちゃくちゃ売れてる。まあそれの影響も多少あって白白がまた復活したり、あと一番分かりやすいのは黒黒ですね。はい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 、黒黒は正直あんまり不人気って言ったらナイキさんに怒られちゃうんですけどあまり人気がなかったんですけど、まあ、ああいうタイミングでまた再燃してて、今黒黒買えねえみたいなのもちょっと、あ、マジですか、人気出てきてますんで。それこそ白白で言ったらまたなんか、はい、面白いの出てるんですよね。そうです、また今日はですね、多分ちゃんと公開っていうか掘るのは宗志くんとか初めてじゃないかな、あれって思うと思うんですけど、はい、まだ白白出てきた、白白出てきてね、ちょっと後でちょっと見てもらって、まだ箱を見てもらうとですね、フォースワンの、クラフトってモデルなんですよ。はあ、はあははあ、でまずレザーが全然違うんですよ。そうですね、脂肪感のあるレザーですよね。あと宗志くん違い探してください。え、はい、クイズです、クイズ。デュブレが違う。デュブレも違う。はい、なんすか。そうなんですよ、普通に店頭にこれ2個飾ってあったら
何って話になるんですけど、正解はですね、ここのパーツの切り返しがないんです。あのパーツがないんですよ。あ、ステッチになってるんですよね。はい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 、ここっすね。そうなんですよ。だからよーく見ないと気づかないんですけど。お、ほんまや。そうなんですよ。ステッチだけになってるんで。はいはいはい、はい、ステッチになってる理由としては、オリジナルのエアフォースワンっていうのが、うん、まあ82年のハイカットの白シルバーとかあるんですけど、はいはい、そういったものもこのパーツがないんですね実際。はい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 、マニアックなディテールプラス、まあ、このタンブルレザーっていうこのちょっとプレミアムなレザーで重厚感のあるやつで、はいはい、うんうん、こっちもいいけどちょっとかぶりたくないとか、天の弱な人とか、はいはいはい、こういうディテールにちょっと惹かれちゃうみたいな人用にちょっとワンランク高い。クラフトって名前はお店で見てたんですけど、なんなんっていう感じだったんですよ。そうなんです。あんまりしっくりきてなくて、まあもうこっち持ってるんだったら2足目こっちっていうのも面白いんじゃないですか。そうですよね。はい、思います。まあ、被るのが嫌なのであれば微妙な違い、これで出すと、はい、ディテールの違いに、まあ、あの男のロマンを感じる人はこちらをおすすめします。まあ、僕はなんでこっちもいっぱい入ってきたんで個人的にはおすすめですけど、まあ、こっちだとそのスニーカー好きの方であれば履き地は気にする人いるじゃないですか。ああ、まあそうね、気にならないですよね、これだと。ちょっとこっちはね、入りやすいから、ね、パキッてなりやすいじゃないですか。レザーの質が違うんで、こっちの方がまあ足に馴染みやすいかなと。フォースワンのこっちのいいとこって、ちょっと固めのレザーで、そうですね、スタートするんで。来年、40周年なんで、はい、そろそろなんか来んだろうと思ってますけど。ありそうですね。なんか後乗せ計画してないですか、その辺。後乗せもちょっと、P 入れてもらわないと。なんかあんねんな。P 入れてもらわないと。はいはい、はい。まあやっぱり5年に一度、大きいムーブメント来てるんで、40だったら来るでしょで。悪い顔してるな、まあ、何か。40だったら来るだろうと。発表はできないけども、何かは。もう来年の楽しみしながら。いやらしいな。まあ今、なんかやっぱり、ダンクが主流にはなってるんで。はい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 。どっちかというとエアフォースワンの方がすごいダンクほどボコンといかないけど、うんうん、まあ、1年間で見るとすごい安定して売れてるんで、うんうん、まあ、でフォースワンも空張りがあるんで、うん、まあ、今日は白白紹介してますけど、まあ、こんな白白もありますし、まあ、派生系のカラーが入ってるものもあるんで、うんうん、はい、ということで、まあ、ここまでですね、はい、5ブランド、一気に行きましたね。まあ、それぞれ2足ずつですか、まあ、紹介していったんですけども、あの、アトモスで、まあ、人気ナンバーワンの、モデルというところです、ね。はい、人気モデルを揃えてます。各、商品ページのね、あの、リンク、まあ、今、販売しているものですね、のリンクっていうのは概要欄に貼っておりますので、ぜひ皆さんチェックしていただければなと。はい、まあ、いろんなね、モデルっていうところがありますので、まあ、これからスニーカーを買っていこうという方であったりとか、今、興味を持っている方、であったりとか、まあ、それ以外の方でもね、もうナイキみんないっぱい持ってると思うんで、はいはい、違うのもぜひ見てください。ぜひスニーカー、今スニーカーめちゃめちゃ追っかけてるっていう方でもね、チェックしてなかったモデルっていうのはあるかなと、ね、初めて履くってモデルも多分今日あったと思いますんで、うん、まあ、僕は圧倒的に気になってるのはここかな。あ、じゃあニューバラいっちゃうんじゃない今年は。いや、2002が特に気になってるです、僕。お、どうしたのってなると思うんで。いや、絶対なるっすよね。ちょっとナイキのイメージがやっぱ強いから。そうですね、うん、ナイキばっかり、たまーにニューバランス履くぐらいだったんで。ということでね、まあ、今回小島さんにね、はい、出ていただいたんですけども、あの YouTube チャンネルアドモス TV もね、やってたりもしますので、ぜひ見てください、ぜひ概要欄にリンク貼っておりますので、そちらの方もチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ということで本日の動画が良ければ、またこちらのね、スニーカーに興味を持ったという方はですね、ぜひグッドボタンとチャンネル登録、そして通知もよろしくお願いいたします。はい、ということでまた次回動画でお会いいたしましょう。 See you later! バイバイ。26 ADM on your feet.